よかった、夢で。汗ベタベタ。でも頂上に乾くかな。気持ちいいな。これが私の家族。そうだ、そうだよね。よし。
さてと、あれ？
そうよ。さっきからそう言ってるじゃない。何を言っているの、夏美。これは、あなたの声でしょ？違う。私が喋った声じゃない。あなたが、私を。体を乗っ取ったとでも言いたいの？違うわね。私はずっと、あなたの中に、あなた自身よ。な、見ていて滑稽だったわよ。あなたが必死にもがいて、苦しんで、そうして結局打ちひしがれる様。状況を良くしようと、幸せをつかもうといっぱい頑張っていたわよね。この目で私、しっかり見ていたわよ。払い転げながらね。ねえ、夏美。もうやめましょうよ。努力しても、我慢しても、結局何にもならなかったじゃない。あなたは状況を変えようと思って、いろいろやってきたかもしれないけど、誰もそんなこと見ていない。認めていない。わかってくれていない。しても無駄よ。だってこんなにも早く私が出てくることができたのがその証拠なんだもの。わからず屋の親たちには認めてもらえない。友達とも最近なんだかうまくいっていない。慣れない勉強続きでそろそろ疲れが限界点。よく頑張ったわね、夏美。でも、その頑張りが一層あなたを苦しめて、私を閉じ込めていた檻を弱く、小さくしていた。ずっと溜まり続けていた黒い感情が、もう抑えきれないほどに膨らんで爆発寸前。それに気づかなかったの？そんな、私、頑張れば頑張った分、心が疲れる。ストレスが溜まってゆく。そしてそれを取り除こうと、薬の量が増えてゆく。気づかなかった？あなたが飲み続けていた薬の量、ここに引っ越してくる前の2倍、3倍、ううん、それ以上になっていたわよ。飲みすぎ注意って、誰かにも言われてたのにね。結局、何にもならなかったわね。そう、ぜーんぶ無駄。ここであなたは私に全て譲って委ねて、消えちゃうのよ。跡形もなく。やだ、やだ。さあ、眠りなさい。その方が楽になるわよ。ゆっくり楽しい夢を見て、あとは私に。
今日の君よし休みなのか？あのさ、アキラ、私にそんな気を使うことないって。名前でいいじゃん、いつものようにさ。別に俺は。ん？どうした、ちさ？ああ、いや、まあ、大した用事じゃないんだけどね。あんたにだけは知らせておいた方がいいかなって。ん？アキラ、あんた、今度、ひなみさわに行こうって、計画立ててるんだって。え？ああ、どうして？ひょっとしたら。あの子の悪口にもなるかもしれないから、かなり迷ったんだけど。守る先輩にも教えておいた方がいいって言われたから、言うよ。だから、何を？ひなみ沢って、結構、やばいところらしいんだよ。特に、この季節。6月はさ。え？村だね。こういうのどかな自然に行くのもたまには悪くないかもな。うん、まあそうだな。垣内からなら高速道路一本だし、バスも出てるから気軽に行けるんじゃないか。察しろよ、鈍いな。私は守先輩を誘ってるんだよ。ああ、わかってるよ。ただちゃんと言葉にして聞いておきたくてな。性格悪いな、ほんと。やっぱり交際 OK 撤回しちゃってもいい？そうなったらまた口説くだけだ。言っとくけど、俺は諦めの悪い男だからな。ああ、よく知ってるよ。まったく。おそらく、タマコだな。ったく、余計なことを。やっぱさ、相性ってのは大事だよね。こうやって守先輩と喋ってると、つくづくそう思うよ。そうか？俺はお前とは、この上なく相性バッチリだと勝手に思い込んでるんだがな。まあもう、そっちじゃなくって。アキラは、夏美とだから、うまくいってるんだろうな、ってさ。
私だとやかましすぎて、なんていうか。そう卑下するなっての。俺は逆に大人しすぎる子ってのが苦手でな。お前くらいに歯応えのあるやつじゃないと全然面白くない。だからこういう時はもうちょっと色気のある褒め方してっての。見てよ、守る先輩。なんだ？今月の終わりに、この雛見沢で村祭りがあるんだってさ。綿流しって。ちょうどいいじゃん。行ってみない？綿流し。ちょっと。中じゃちょっと話しづらいと思ってな。従業員に雛見沢出身がいるかもしれんし。どういうこと？綿流しの噂、少し前小耳に挟んだことがある。その祭りの日、何人かの村人が実際に死んだり行方不明になっているってな。それで？守先輩、将来はジャーナリスト志望でさ、知り合いに何人かフリーの記者の人がいるんだ。で、その人が言うには、毎年その綿流しの晩に人が死ぬ事件が起きてるんだって。あ、アキラ、確か夏美、その雛見沢の村長の親戚だって言ってたよね。だけど、夏美は雛見沢の隣の沖ノ宮に住んでいたんだろ。だったら雛見沢とは直接何も関係はないじゃないか。だったらさ、アキラ、なんで夏美はあんたにそのことを内緒にしていたんだろうね。夏美はさ、ひょっとしたらあんたをたたりの生贄にしようとしてるんじゃない？村祭りの案内にかこつけて、あんたを綿流しの晩に。知ってる？綿流しってのはさ、布団や着物の綿を流すって言っているけど、本当は腹綿、つまり内臓を流す祭りなんだってさ。もちろんそれは人間の。
キラ君。夏美。ねえ、瀬戸ちゃん、どうして？どうして、そんな話をアキラくんにしたの？ねえ、どうして？夏美、それは…なんだ、そうなんだ。ちさとちゃんも、結局、私の…敵なんだ。違う。嘘だ。あ、邪魔するのか、お前は。さっさと消えろよ。消えてしまえ。夏美。ダメ、来ないで。さあ、来い。近づいたら私、佐都ちゃんにひどいことしちゃう。近づいたら私、千里の喉元を引き裂いてやる。大丈夫なの、夏美。あんた顔、真っ青だよ。アキラ、先生呼んできて。わかった。サトちゃんは、私の大切な友達。サトは、私の幸せを奪う邪魔な奴。お願い。逃げて、サトちゃん。さっさと来い。サトは私が殺してやる。なら、私も付き合うよ。私、あんたと一緒に、地獄まで付き合ってあげる。え？きっと、友達ってのは、こうやって、気持ちをぶつけ合えて、やっと本物なんだよ。殴り合いなんて、本当は良くないんだろうけどさ。今なら私、心の底から、夏美のことを、友達だって、
胸張って言えるよ。千里ちゃん。一人じゃ寂しいんでしょ。ならいいじゃん。もうあんた一人で背負う必要なんてない。一緒に落ちてあげるよ。さっきも言ったけど、本当なら数日前に亡くした命なんだからさ。私は薬。